MG 小太郎とエール正の笑う門にはグリーンズ、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、はいはい、あの見事な一言ってあるじゃないですか。見事な一言、うん、見事な一言、なるほど、まあ、過去の例で言えば、うん、うちらグリーンズデビューライブで前話しましたけど、はい、その、うん、ちょうどね、あの、うん、ワンドリンクがつくからグラスがテーブルに置いてあって、うん、でまさくんがやっぱちょっと緊張したのか、グラスをガチャーンっていきなりステージに上がるや、うん、ファーストデビュートークライブにステージに上がるや、これからっていう時にガシャーンってなって、ね、ちょっとあってなってね、一瞬あっていう雰囲気になった時に、前座を務めてくれてた翡翠小太郎、最初で最後の弟子の誠さんが、めでたいですねと、そうなんですよね、ヨーロッパでは船出の時にワイン、シャンパンのね、ボトルをね割って、あの幸先のいい門出を祝うんですよ、おめでとうございますって言ったら空気がガラッと変わって、あれは本当に会心の一言でしたね。空気がガラッと変わって会心の一言で、しかもうちらが神がかっちゃって、そうなんですよね、あれはすごかった。ああいう見事な言葉ってあるんですよね。なるほど。最近ね、また別に見事な言葉と出会ったんです。出会ったんですか。昨日出会ったんです。昨日ですか。はい、素晴らしい、新着情報ですね。ちょうど、はい、そのマイワイの法則という本を、が今ベストセラーになって、はい、もう8万部、そうですね、あの正確に言うと7万9000部なんです。なるほど、もうちょっとですね、まあ、間違いなく超えますね。で、大島さんが7万、増刷決定です、7万9000部ですって言った時に、はいはい、なんで8万にしないもうちょいって、まあ、行きます時間の問題でしょうけど嬉しかったんでしょうね、増刷が。俺もでもそう思った。なるほど、まあ、どうせならみたいなところはね、編集さんが連絡、増刷決定です、はい、7万9000部ですって言った時に結構なんで8万部いかない、細かく教えてくれるんですね、増刷あるときまあでも嬉しいことですよね。嬉しい、はい、もう間違いなく10万部いきそうな、まあ、それで今その第2弾が「よしくドリームノート」っていうので2019年1月に、うん、あの 出るんですね、はい、で第3弾が年末に出る予定で、よしくの恋愛編なんですよ、なるほど、よしくでよしくイヤーですね、よしくの恋愛編、昨年に引き続きで、その恋愛編は僕と大島さんにその加えて結婚相談所でね、その通常の結婚相談所って、はい、結婚できる制約率って平均す取ると 22% ぐらいらしいんです。あ、そうなんですね。でも白鳥さんのやってる結婚相談所っていうのは、はい、あのなんと9割なんです、はい、白鳥さんという方がやってる結婚相談所、結婚相談チェンジミーっていう会社だ、結婚相談所かな、あるんですね、あるんですが9割の、はい、9割はすごいですね。でその白鳥真希さんはモテるメール術っていう、はいはい、まあ、メールをどう返信すると、そういう関係ができるかっていう、メールのプロフェッショナルでもあるんですが、はい、まあ、恋愛のプロフェッショナルでもあるので、その白鳥真希さんに加入いただいてね、あの素晴らしいメンバーで、はい、でそのそもそも白鳥真希さん、僕らの、あの東京、あの大島圭介さんと僕の予宿の講演会に出てくれた方で、出てくれた、で大島さんのところに、はい、あの予宿で、あのマイワイの法則映画見ましたよって、大島さんの舞台挨拶かっこよかったって言って、予宿でね、はい、もうすごい状況になってますね、はい、社会現象になってますねっていう、はいはい、予宿でメールが来て、で大島さんそのクオリティがすごい高くて、誰なのこの人って、すごい予宿のプロフェッショナルと思ったら、はい、その白鳥真希さんで、なるほど、その予宿の本を読む前から、結婚相談所に予宿を取り入れてたっていう、そうなんですね、もう前祝い先にお祝いするっていうのを実践して、それで結婚成約率9割を誇る、それは素晴らしいですね。もうそれはもう予宿を、はい、そのだから彼女はもう実践してたんだけど、その僕らの本を読んだ時に、私が実践してることをそのまんま書いてあるっていう意味で感動してくれたらしいんですよ。なるほど。でそれで講演にも来てくれて、でその大島さんに宛てたメールで大島さんも感動してね、誰なんだろうこの人って言ったら、その白鳥さんだったんですね。で昨日から打ち合わせが恋愛編恋愛編始まってですね、で5時間打ち合わせしてたんですが、まあ、大島さんっていうのは、もう本当に今多忙で、1日に4回公演とかするぐらい、すごいですね、多忙なんですよ、4回はすごいですよね、だから年間公演数がもう300とかじゃ効かないぐらい、日に1回以上もう計算日に1回ぐらい2回とか、多い時は4回しますから、すごいですね、引っ張りだこなんですよ、毎日もう、もう高校から大手企業から引っ張りだこなんですよ、はいはい、すごいですね。で、はい、
まあ、その人気をね、うん、なぜちょっとグリーンズにも前座で使ってほしいか、まあ、あのもしいただけるのならね、いただけるものはいただきたいですけどね、大島さんの、はい、グリーンズとりあえず、前座したいね。そうですね。まあ、大島さんよりは何とかしてくれるだろうっていうところもありますからね。まあ、それはいいとして。はい、それはいいとして。大島さん多忙なので、はいはい、ちょっと体も疲れがきてて、さすがに、ね、腕が、その、なんか、ちょっとビリビリして震えるというか、右手の方が、ちょっと震えて痺れが止まらなくて、お正月から、はい、ちょっとその、打ち合わせも途中抜けて、ちょっと整体行ってきていいですかってなったんですよ。でその日新年会も兼ねてたから、はい、あの整体行ったらまた戻ってくるので、はいはい、あのちょっと抜けて整体行っていいですか、うん、って言ったんだけど、ね、はい、初めての打ち合わせだったので、はい、大島さん抜けるのにすごい、はい、あの気を使われる方なので、はい、途中で大島さんが抜けることにすごい気使われてたんですよ、うん、いいですか、なるほど、ちょっと整体行ってくるんですけど、うん、ちょっと腕痛いけど、うん、って腕ちょっとビリビリして、はい、ちょっとフレームもあって、うん、ね、もう本当申し訳ないんですけど、うん、言っていいですか、いやもう大島さん体が一番大事だから、うん、行った方がいい、絶対行った方がいいです、うん、って言って言ったんだけど、うん、もうどうぞどうぞって言うんだけど、大島さん、はい、うん、いや本当すいませんねって、申し訳人がいいから、はい、すごい申し訳なさそうなんですよ、はい、で申し訳なさそうな、うん、あの大島さんを見て牧さんが、うん、大島さんありがとうございますって、大島さんが整体行ってくれる、ね、うんうん、あのおかげで、うん、この本、震えるぐらいいい本になりそうです、でビリビリするぐらい売れると思います、すごいですね、だから整体行ってください、素晴らしい、で腕が震えてビリビリするっていうのを、なるほど、震えるぐらいいい本になってビリビリするぐらい売れるっていうふうにすぐ返したんですよ、それももう予祝と捉えて、そうで、それでみんながパッと明るい気持ちになる、それまでは大島さんね、うん、大丈夫かなっていう、で大島さんも恐縮してるっていう、うん、申し訳ない空気だったのが、その牧さんの言葉で、うん、パッと空気上がって大島さんも整体に行きやすくなったし、はい、そうですね、気持ちも空気もパッと変わって、ね、うん、確かに、さすが、さすがですね、お見事、お見事ですね、それは、うん、本当にお見事です ね、 ね、素晴らしい、こういうお見事なね、はい、お見事な一言も、はい、グリーンズチャンネルのメールアドレスに、はい、ちょっとあなたの知ってる、そうですね、あなたの知ってるお見事っていう、はがき、ダウンタウンデラックスの、ダウンタウンデラックスじゃない、ガキの使いです、ね、ガキの使いの、はいはい、おはがきあるじゃないですか、昔やってましたね、よく、あったじゃないですか、はいはい、あれの、ああいうノリで ね、 あ、いいですね、質問も欲しいし、質問も欲しい、うん、見事な、あなたが体験した見事な言葉を、うん、シェアしてほしいですね、シェアしてほしい、それを紹介したいですね、それを紹介することで、はい、はい、うちらの、はい、喋る時間を減らしたできるだけね、できるだけ僕らの尺を短くっていう方向で、みんなの協力のもとね、ネタも協力してほしい、そうですね、うん、まあぜひそれはアドレス、このリンク先は、うん、こんな面白いことがあったっていうのを、はい、そうですね、どんどん面白いことがあったらグリーンズに、うん、もうぜひもうすぐ即連絡欲しい、ね、ね、待ってますよ、みんなの面白いことを伝えたい、ね、はい、伝えたい、できるだけ僕ら以外の力も使って伝えたいですね、もうね、はい、シェアしていきましょう、ね、一言で言うともうネタも限界に頑張ってますけどね、もういろいろ喋りましたからね、ネタも限界に来てると、ね、もう随時いつでも、あとこっから先は君たちの力頼むと、もうお願いですよ、もう命からがらです。もう、それだけで待ってますので、はい、どんな話でもいいです。はい、まあ、何事でもいいです。メールアドレスは出るんですか？出ます。このグリーンズメールアドレス。グリーンズ専用のアドレスを。なんか面白いことあったら、はい、なんかお見事っていう一言とか、はい、とかあとグリーンズに聞いてみたいこと。そうですね。はい、まあ、どんな。ファンメールも含めて。うん、何内容でもね、はい、いいですので。ね、はい、ちょっとゴミ待ってます、ゴミに今日ゴミの日なんでゴミ出してほしいとかね、あ、もう全然言うだけだったら言ってほしいです言うだけ、出す出さないはタイミングもあるんで住んでる地域も違うかもしれないんで、それは分からないけど言うだけ言ってもらえたらいいです、ね、言うだけなら聞きます言うだけ OK です、はい、というわけで MG 小太郎と、はい、エール・マサの笑う角にはグリーンズ、ありがとうございました、ありがとうございます。